憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案が衆院本会議で与党や立憲民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。この改正案をめぐっては、与党が立憲民主党の主張する修正を受け入れたため、今の国会で成立する見通しです。このほか、一定の収入がある75歳以上の高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法案も与党などの賛成多数で可決されました。政府は今国会での成立を目指しています。